まさかの声が聞こえないスタートです袴田さん、僕の声聞こえてますすいません、花譜あげ忘れましたやりました前回もやってたけど、今回もスタートからいい感じですね袴田さんすいません、お酒入ってないのにごめんなさい,ない、ね、皆さん、そしてこんばんはそして少し遅れました、申し訳ありません<何>では、袴田綾の野球を語らないと始めさせていただきますはい、では 先週に引き続き、ゲスト五十嵐亮太さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ーもう前回楽しい時間ありがとうございました。そうですね。八神、うん、<laughs> さんは楽しくなかった、で、大丈夫ですか。<laughs> いいやいやめちゃめちゃ楽しかったですよでももう私の中では皆さんにちょっとお見苦しい姿をお見せして,させなんかし,てしまったなっていうなんかそんなことないですよ、ね、皆さん喜んでました喜んでたらそれはそれで問題だけどね <laughs> まあでも袴田さんのファンの方は <laughs> いやいやとてもちょっと悲しい気持ちになった人もいるかもしれないですよねいや袴田さんの涙でちょっと悲しくなった人もいると思いますよいやでもあれはお酒入ってたっていうのもありますからねうん、うんはい、いや、まあ、でも,でも でも結構あのコメント見たら皆さんすごい楽しんでくださっててカミだとか私がめっちゃ鼻かんでたんで鼻かみかだとか言ってるからね,ねちょっと今日もねあの鼻水出がちなので鼻かみ様になったら本当にすいませんはいということで今日も始めさせていただきたいと思いますでも今日は泣かないと思うので皆さんまあそうよね、かずみさんいないしね、はい、<laughs> そういう問題じゃないいや。 そうですね、ちょっと風見さんアレルギーが治るかどうかっていうところも問題ですよね <laughs> <laughs> 大丈夫だと思いますけどいすはい、ということではい、五十嵐さん、優勝しましたね、昨日そうなんです、ありがとうございます早速ね、チャットのチャットというんですか、これで、はい、あの中継を見て、五十嵐さん、高津監督、小川選手、山田選手、村上選手の記念撮影をしているのが写っていて嬉しい気持ちになりましたありがとうございます、<は>かおるさんね。あ、さんそう、スパチャももう早速いただいてまして、はい、そうなんですよ はいああのー、あれですねちょっと私の声が響いてるっていう声もあるんですけれどもちょっと喋りながら調節をねしていきたいと思いますはい、はい、で皆さんもヤクルト優勝めでたいっていう声もねはい届いてますが,がいますはい後ほどちょっといろいろヤクルトについてもガラさんにお話しいただこうと思いますので皆さん少々お待ちください、はい、さあそしてですね今日は2人じゃありませんもうお一方スペシャルゲスト、えー、お呼びしておりますではご紹介しましょう愛媛県西美高校野球部 O.B. で お笑いコンビティモンディの前田裕太さんでーす。す前田さんこんばんは。前田さんお願いします。ますあ、あちょっと前田さんの声が。前田さんの声もなんか宇宙人っぽくなっちゃい今宇宙人になってました <laughs>。<laughs> <laughs> あらーってなってます, <laughs> <laughs> すごいことになってる。<laughs> すごい宇宙人の声になってる <laughs>。宇宙人声ですよスタートから。ちょっと今調整しますので、はい、少々皆さんお待ちください。はい 前田さんは聞こえてますか普通にはいすごいわーんってなってます、うん、うまた僕の音量のさっき下げたけどな<え>大丈夫ですか今ちょっと調節してますので皆さん少々お待ちくださいあ、でも前田さん、前田さん楽しみっていう前田さんの声が重低音とかそ <laughs> うでしょわーいっていうね皆さんコメントいただいてます これ一旦ちょっと前田さんに入り直していただこうかなと思いますので。はい、ではちょっと一旦入り直していただきます。いや、でも。優勝良かったですね。あのー。いや、良かったというか、まあ、はい。うん、あ、ありがとうございます。あ、お。これ。昨日五十嵐さん行かれてたんですよね。緊張、はい、に。優勝決まって。 僕はその、はいまあ、テレビ東京の生放送の番組があって、もし優勝したら球場に行きます、そうじゃなかった場合はスタジオで本来の,あの流れで行きますっていうところで、優勝、もしかしたら決まるかもしれないっていうところで、まあ、結局決まってから移動したんですけれども、まあ、移動して優勝決まって、でうん、会見があるとまあ会見があったんですよ、この4人が。で、ちょうど目の前に撮ってきたんで、はい、写真撮らせていただきました。なかなかな 貴重な写真ですねこのメンバーっていうのもいいですねこれね。うん。は、まあ、なんかファンのような気分でと撮りましたね。<laughs> でもこれ絶対この当日にこのメンバーで写真撮るってこれ伊ガラさんだからこそこう撮れる写真ですよね。 いやどうでしょうね、まあでも監督もそうかなんて言っていただいて、はい、あ,ありがたいことですよねなんか一緒にやってたのにすげえスター選手にとってもらってるみたいなき気持ちになりましたもん,なんかもともとチームメイトだけどっていう。どうでしたやっぱり優勝の雰囲気すごかったですか、球場の。 いいやすかかったですね、うん、もう熱気というかビールかけまあこの後行われたんですけれども、うんはい、まあ横の方とまあちょっと離れたところで見ていたんですけどそのビールの匂いっていうの、はい、香りっていうんですか、はい、もう離れてるのにもうプンプンしてましたもん。えー、この外で屋外球場でも香りするもんなんですね。はい、しますすすそうするの、えー、結構香り強いですあ でも本当みんな笑顔でねあのビールかけの瞬間っていうのはう特別なんですよ。だから村上選手もそれを見られる環境ってことですよね、うん、この人数と。そうですそうですそうそう。ファンの方も残っていて周りから見てるんですけども。はい。いやもうも最高に美味しかったって言ってましたね村上選手は。いいね、まあ高津さんと山田選手に関して言うと飲んでないので帰ってのゆっくり飲みますって言ってました。うん、あ飲んであそのかけられてるけど飲んでないってことですか。 そそうう多少は入ってるんでしょうけれども、肌、うん、から吸収するとかね。でも顔赤かったですよ、やっぱみんな。結構ヒリヒリするんですよ。<ー>毛穴からも入るし、はい、結構顔赤い人いましたね。うんうんへー 私も実はビールかけリポートで2回行ってるんですよおすごい2回はすごいですねもう絶対かけられますよね袴<う>田さんなんてね私こうやっていただいたのこうやって飲んでましたからねすごいねすごいですね 1>, 1年目だったんでんーーちょっともうなかなか見たことないですけどはいちょっとスキルなことやらせていただきましたさあそれでは前田さん準備整ったようですのでお,お呼びしたいと思います前田さんどうでしょうかどうでしょうか<あ>バッチリです、はい、あーよかったですバッチリです はい、<っ>ありがとうございます。まそして,ちょ,してちょっとあのすみませんこちらのことなんですけども、<laughs> ちょっとボケてるんのです泣か<の>さないでください。<laughs> あ, <laughs> あごめんなさいごめんな今で何ですか？ え大丈夫ですどうぞ大丈夫もう一回聞く回もちょっときついで進んで恥ずかしいですねすいません <laughs> 後でアーカイブで見ますすいませんあのすみません,あのすみません私のパソコンが電源がもうすぐスリーブ状態に入りますという電源あのあるので<ら>ちょっと対応していただきながらどうしたんですか今日なんかスタートから前回のなんかはい今対応していただきますので,ですはいではでは始めていきたいと思いますが、はい、え前田さんはじ、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいあの実は 私は前田さん初めましてではなくてですね、はい、あのなんと最初にお会いしたのが仙台で私アナウンサーやってた頃にもうお会いしてるんですよねそうですねそっから、はい、赤間田さんは本当に羽ばたきましていやいやいや,いや地方から地方<の>、はい、何をおっしゃってんの、はい でそのサンドイッチマンさんのなんか単独ライブとかがありまして僕らそのお手伝いとか前説とかをさせていただいてる時に最初はさせていただいたただ、ねはい、私もサンドイッチマンさんと一緒に番組やらせていただいてたのでサンドさんのライブの MC というか、はい、鍵穴とかをやってたんですよでそれで,そで、ね、はいあの参加されててで打ち上げとかもこう一緒にご飯食べたりっていうのが、はい、最初でそこからの。 私もまあ東京に出てきたんですけど、もうそこから前田さんのもうご活躍がなくいやいてやいや、ただもうその時から、金田さんやっぱ仙台は狭いという感じを感じてましたよ、僕は。<laughs> <laughs> 本当ですか口にはしてなかったですけど、んな,なんか私はここで落ち着く球じゃないぞっていう、そんなことないですよ、もう。え、そんな出してましたか。 や野望というか、なんか上を目指そう。いやいやいや。感じましたよ。全然そんなこともないですけれどもね。<laughs> 本当にサンドさんにお世話になって、はい、そういうなんか共通点がありっていうね。いはい。そうですね。お世話させていただいて。はい、こちらこそ、ありがとうございます。岩内さん、どう、ですか。初めましてですか。す僕は、いえ、番組でご一緒したことあるんで。はい、あ、そうなんですね、はい。まあ、その時も野球関連の仕事ですね。<も>はい。僕、本当だから。 五十嵐さんが現役の頃もゲームでもう学生の時とか使ってて、はい、もう大ファンだったんであ楽屋一緒になった時めちゃくちゃ緊張して、えー、全然心休まらなかった、ね、そんな感じ全然なかったですけどね <laughs> めちゃめちゃクールにしてたあの印象しかないんですけども嬉しいいですすねありがとうございますい聞きたいことも、ね、いっぱいありますからちょっとこの時間あればは、ね、い、うん、質問したいなと思います。 はい、じゃあちょっと番組最後に聞きたいことをもしちょっとできたらという形でねいろいろと話できたらと思います、はい、さあではこの番組に関しては前田さん初登場だと思いますので簡単にはなるんですがプロフィールご紹介させていただきます、はい、ありがとうございますまず千九百九十二年生まれで神奈川県の相模原市ご出身です中学生時代はザマボーイズのエースとしてご活躍されまして高校野球の名門愛媛県の西美高校に入学します素晴らしい これあの出身が相模原で済美高校ってこという方は野球のスカウト推薦で入ったったてことですすよねね、はいうん、そうっすねだから当時は本当 10, 10校、12校ぐらいから声かけていただいて<ー>で、まあ、愛媛県済美高校僕が本当中学生ぐらいの時に甲,、はい、甲子園初出場、初優勝したんで、うん、これはここで甲子園行ってプロ野球をって思って、はい、親元離れて。うん 親元離れた男の顔してますね、今、離れて3年ぐらい経ってるんだろうけどねでちなみに私も愛媛県生まれなのですごいちょっと親近感が湧、ねねはい、くんですけどで2年生の時に、えー、控え投手兼野手としてベンチ入りをされましてで3年生の夏は一塁コーチとして愛媛県の予選決勝まで進んでチームを支えられたと いうことなんです。で、この時高岸さんも、ど高岸さんどういった形だったんですかお二人の写真で。まあ、と、その最後の夏は、まあ、投手しながら野手もして、高岸は感じだったんですけど。うん、はい。まあ、本当、あのー。ギリギリ最後の軍隊野球の世代というか。へえ<ー>。なかなかもう。いや、でも、そうでしょうね。この帽子のかぶり方と、つばの折り方はそういう感じでし <laughs> ですね、眉毛いじれないんですよね、うん。え、これいじってないんですか?。そうです、もうちょっとでもいじったら、もうコーチになかなか可愛がっていただけるっていう。<ー> <laughs> 言葉そう濁すしかないような、まだ時代ですね。<laughs> はい。そうですね、僕わかりますよ、その雰囲気で、匂いで。<laughs> えー、で前田さん、本当にすごいのが、全国の高校野球部員を対象とした筋力測定で。2年連続全国1位っていう。 これがまたこれはすごい、本当にすごい。いね、これでどういう種目があるんですか、その測る、計測するものは。うん、えっと Z 測定でやるのは、まあもちろんその、はい、ベンチプレスとか、あのー、スクワットとか、デットリック背筋とか、うん、あとは10メートル走とか、スイングスピードとか、はいまあ、そういう細かいもの,その、いろいろ野球に関係あるものも含め、なるほど。<力> どんだけ出力が出るかみたいなところで,<ー>で当時そのスクワット下半身の力が2 8 0キロぐらいあって、はい、でもすえスクワットレッグプレスじゃなくてスクワットですスクワットが2 8 0キロあって一般はどのぐらいなんですか いやいや、もう280、じゃ一般なんて、一般なんてそれは人それぞれだけど、大体野球選手でも、シーズン中だとまあ100、はい、100、十30から40ぐらいいっても、えー、で、オフシーズンで行っても200とかですよ、たぶん、200ちょいとかですよ。僕、200超えたことないです、<う>280以上です。なんかだからスクワットのトレーニングするとき、鉄のバーベルを背負ってやるんですけど。うんはい 230ぐらい超えてくると、こう、両端の重さで、しなってくるというか、えー。え、めちゃめちゃすごい。え、前田さん身長はおいくつですか僕、175センチ、ね、いや、大きくないですよ。それで280キロっったら、化け物ですよ。<laughs> <laughs> そうですね。えー、当時。筋肉お化だよ、そんなの。<laughs> そうですね。なんか、あの、当時、現役中だったんですけど、はい。その、 ウェイトのコーチとかからはその、競輪選手に今すぐにでもなれるとかって言われて、いや、でも本当、それぐらいのレベルだと思う、うん、なんで、<ー>野球選手、プロ野球を目指してる高校2年生の段階で、結構、オファーというか、競輪選手にならないかみたいな、競輪,競輪選手にならないかみたいな声、結構いただいてまして。 すご,す,すごいですよ、だってスクワットやるって言ったらまあやっぱ体幹も安定してないといけないしもちろんそれを支える下半身の力って重要なんですけれども1 7 5ンチはそれはちょっとすごい、本当にすごい、えー、そうですねそして2015年に済美高校の同期の高岸さんとティモンディを結成されてでも今もやっぱ体力面でのこうバラエティーだったりとかそういうところでも貯金が多すぎて。 その高校当時の,、はい、その体でかくなりすぎちゃって、はい、高岸いわく、本当、今、現役の頃と比べると、9分の1ぐらいになっちゃったんですよ、体の大きさが。9分の1って、ちょっと中途半端にボケのやめてくださいよ。<laughs> <笑><笑>えでも実際、体重、今、175センチは何キロぐらいあったんですか、当時でめ当時でも90キロぐらいあって、<laughs> すごい。 で、あんまりその体脂肪みたいな、あんまりなくてっていう状態で。筋肉だけで、その体重だったってことですもんね。っていうと、今十キロってことですからね。<laughs> <laughs> そうですね。十分、そうですね。十分の一。九 <laughs>、九分の一なんで。一応キ,キロだと、まあ、九分の。う筋肉だけで。筋肉だけで。<laughs> <laughs> え<ー>すごすごいですねいやまあそんなね,ねあの野球にもずっと関わってこられてるので今日はいろいろとお話をお伺いしていきたいと思うんですがあの、はい、プロ野球に関しては前田さんプロ野球のこう推しチームっていうのはあるんですかいやもう本当、僕どのチームも応援している中で、はい、強いて言うなら僕、92年生まれなんで当時、一緒に練習試合したりとか高校時代対戦したことがあったりする92年生まれの。 人たちは割とこうなんて言うんですかねあ中止しちゃうというかうんが球団はもう全部好きですねへじゃ選手をまあ球はいうんどう活躍してるかなというのを見てるようなそうなんですよはいうんわあなるほどあの今日は後半の企画としてその九十二年組の関する企画をお届けしますので楽しみ後半まねはい お楽しみにしていただければと思います。はい。あのもうコメント欄でですね、あの9倍だった前田さんの写真見たかったなとか <laughs> <laughs> <ん>。でも280キロはやばいですねとか。あのすごいたくさんコメントねいただいております。はい。ね、ということで当時は。うん。はい。では始めていきたいと思います。皆さんあの今日初めて見てくださるという方もねいらっしゃると思いますので、チャンネル登録とグッドボタンの方も皆さんよろしくお願いします。 さあではここから1週間のプロ野球振り返っていきたいと思いますではまず現時点の順位から見ていきましょうセ・リーグですはいヤクルトが昨日優勝しました、うん、そして2位 d n a はもう2位確定ということなんですねなりました、ね、はいはい3位争いですね そうなんですよ。この三争いが今もう結構大変なことになってるみたいなんですよ。あの、今引き分けとかも一緒なので。もし、この三球団が終わった段階で、本当に勝率が並ぶっていうことがあるみたいなんですよね。へまあ、本当ですね。はい、引き分けが一緒ですもんね。はい。そうなった場合は、直接対決での、こう勝ち数みたいなもの。のなんか合計とかで決まるみたいなので。ああ。 もし3球団が並んだ場合はあの広島が CS 進出だそうですへえなるほどはいでなんか本当に今じゃんけんみたいな三つどめ状態で <laughs> 巨人と阪神が3位になった場合は阪神が行くんですねおえおーなるほど巨人と広島が並んだ場合は広島が行くとお<ー>あ違うな広島はもう3チームの中でも広島でしょ、えっと、だって 巨人か巨人と広島だったら、巨人が行きますえななんであそう直接対決は、巨人が勝ち越してるからなんですよ。で、阪神と広島が並んだら、広島がいくっていう、ややこしい。<laughs> <laughs> っていう状況はい。で、まあ、なかなかね、ここまでもつれるシーズンないと思いますけれどもね、はい、すごい戦いが続いております。では、1週間の試合結果見ていきたいと思いますこちらです。 はいこのようになりました。やっぱりヤクルトがね連勝で週末決めましたね。うん、うん。そしてああの DNA も DNA がちょっとここそうか最後ヤクルトと直接対決だったんですもんね。そうですね。うんはいこのような結果になっているんですがまあ、ちょっともうここは一つもう聞きたいところは一つなのでこの中から伊ガラさんにベストゲームを 選んでいただいております。エストゲームですか。もう優勝にさせていただきます。はい、瞬間昨日ですね。はい。いいで,ね、ではこちらです。<laughs> はい。昨日の優勝決めたゲームです。そう。はい。丸山選手。うん。なんですけれども昨日ね、サンタナが途中外野の守備から交代したんですよ。はい。なんかちょっと内転筋を痛めたような感じで守備からいったんですけれども、うんあね、まあ最後まあこの打席で。 結構ね代打を送るんじゃないかっていう話とかもね SNS SNS の中ではね、うん、ざわざわついてたんですけれども、はい、彼は決めましたねうんそうですねそうまあ結果まあ選手にもね後でお話を聞いたんですけどもやっぱり辛かったと。はい ね、7ゲーム差開いて、うん、まあ圧倒的にヤクルト行くから見てる方も結構安心はあったじゃないですか、まあ、途中、d n a がね、はい、迫ってきて4ゲーム差になった時っていうのはどうなるのかなって思った人もいたと思うんですけども、うん、個人的にはね、まあ、ここから最後話してヤクルトが勝つんだろうっていう僕の予想だったんでそのまま行ったからまあと思ったんですけどでもやってる方っていうのはやっぱそういう心理でもないですよね<ー>まあ個人個人、まあ、かなりうまくいかなかったりとか監督がいない時期っていうのもあったんで、うん、まあここでね苦しい。 時はあっったたんでですけれどもそこを乗り越えた優勝っていうのでやっぱり喜びも大きいですし特にキャプテンの山田哲人なんかはね最後涙をしてね村上とハグしてるところもあったんですけどもあんなのもやっぱり印象的ですよね。 そうです、ね、なんか村上選手の胸で泣いてる姿っていうのもそう, <laughs> そうなんですよ、ね、あれ村上選手ならだいぶ年下だけど本人もやっぱかなりやっぱ3番バッターで次に村上が控えてて、うん、彼にはかなり助けてもらったっていう話もしてましたし、はい、でもあの辺というのは本当に仲がいいというかねいろんな情報の共有であったり。 まあ技術以外のところでの話とかっていうのもしっかりできる仲間同士なので、まあ話を聞いてて。うん、あ、だから優勝したんだなとかね、だからこういったチーム、ね、いいチーム作りができてるんだな。っていうのはね、感じましたね。そうですね。うん、まあただ本当に。昨日の試合も素晴らしいこう試合で、先発の小川投手と今永投手も素晴らしかったですね。今永、す、も両方投手ともすごかったですね。この優勝が決まる時っていうのは、こういう感じになるのかなと思って。 ぐらいでしたけどやっぱり今永投手も最後まで、ね、安定していましたしなかなかああいったピッチングをされると、ね、ヤクルトも打線として点取るのは難しいかなと思いましたけれども、うん、まあでも本当に d n a はいいつなげ方したんです今永選手ってその後、まあしっかり中継ぎにつないでいって、まあ、まあ最後、ねうん、エスコバ投手が打たれたんですこれで負けたら仕方ないよねっっていう負け方だったと思いま,す、はい、まあそんな中で、ね、ルーキーの丸山選手が決めるというまあ劇的なね、うん。 試合だったんですけれども、はい、はい、あのマイさんはどうですかヤクルトご注目してた選手っていますか？いやーみんなやっぱいい選手揃ってますけどね。うん。あのまあ新っていうならあのキャッチャーであの、はい、若い子でうちのこうちはいが、はい、僕見に行った試合で。 結構、カット役とか、打てるキャッチャーだなってっそうなんですよ、パンチ力あるんですよね、それも身長も多分でね、前田さんと変わらないぐらいだと思いますよそうですね、はい、であの里崎さんがもうよく言うのが、やっぱいいキャッチャーのその条件は、あやっぱ打てるキャッチャーだっていうのをずっと言ってて、はい、打てないと、やっぱ良よくないぐらいの言ってるんで、んやっぱそこ、あの若さで結構しっかり打ててるっていうのは、なかなかいいキャッチャーなんで、しかもあの若さっていうのもあって。 高卒2年目ですもんね、まだ内山選手。え、三、うん、年目じゃないかな。か3年目だったかな。あ、二年目だ。2年目。二年目、うん。はい。いや、でも、そう思うと、あの石川正則投手とかが、まあ、ベテランもいる中で、そういう若い選手も出てきての。長岡選手とかもそうですし。今年もやくると、こう。はい、若い選手もいながらで、またこう連覇っていうのは、五十嵐さんすごいですね。そうですね。あのー、うん、強いチームっていうのは、まあ、去年優勝したから、その体制でいきたいとかね。 いやなりがちなんですけども、も今年でいったら長岡出てきて、うん、ピッチャーでいったら木沢が出てきて、この2人が定着したんです、はい、安定して。っていうのが出てきたっていうのは、チームとしてはまあ大きいですよね、で他にやっぱベテランであったり、そうじゃない人が入れ替わり、立ち代わりで、うまあく回してたっていうところが、こ、まあ、今年のスワローズの秘訣強い秘訣だったんじゃないかなもちろんね、村上、4番が安定してたっていうのは絶対的なんですけれども、はい、そうじゃないところも、新しくね加わったりとか。 うまく噛み合ったシーズンだったと思います。そうですね。いや、本当になんかね。本当は最速でマジックがついたんですけど、結構なにに時間がかかって優勝になりましたけど。うん、まあ、ね、本当にね、うん。おめでとうございますね。わあ、高津監督の声度上げのシーンもありました。はい。うん。よかったです。なんか高津監督。なんか。 どうでしたかドアゲってったら怖かったって言ってましたね <laughs> インタビューでねもうそろそろねだ何回されてる日本一の優勝して日本一なんて今回三回目ぐらいですかです、ね、クライマックスで勝った時もドアゲになるのかなその時はしてないんですかねかどうなんでしょう、まあ、でも最低三回,回,回目ですねそこしてたらねそうですね、うん、相変わらず怖かったですけどドアゲ慣れしてくるんじゃないですかこの後 <laughs> そうですね、うん、まあまた日本シリーズまあいくかのね CS もありますけど、はい、戦い楽しみにしたいと思います さあ、それではパリーグ行きましょう。パリーグの順位表です。このようになっております。ソフトバンクがマジック五。というところで、でオリックスが零点五ゲーム差です。また、パリーグも五十嵐さん、すごい戦いですね。すごい戦いですね。セーブいくと思ったんですけど、うん、連敗してしまいましたからね。<laughs> まあ、やっぱりそう簡単にはいかないですね。ねはい。うん、で、ソフトバンクが残り六試合なので。なので、えっと、オリックスが残り三試合。 うん、オリックスがもし全勝したとしてもソフトバンクが5勝すれば優勝はできると6試合で5勝でしょなかなかいやーこれはもう大変ですよ <laughs> でもオリックスが1つ負ければソフトバンクも1つずつ負けられるというそういうことですよねただオリックスはねもうエース級つぎ込めるんですよ間が空いてるから、うん、はいまあそこですね残り3試合もう一番いいピッチャーたちで来るんだろうなってう感じますね そうなんですよ,すよ、ね。はい、そして楽天と西武3。争いというところも今ゲーム差がないので、ここも熾烈な争いになってくるかなと思います。それでは1週間振り返りましょう。はい、このようになりました。えー、ソフトバンクが、えー、あ、やっぱりこの最後にこう2連勝しているという形でオリックスも勝ってますね。うん。 楽天がちょっと3連敗したんですけれども、昨日まあようやく勝ったと、で西武も連勝できてます、まあ、なかなか本当にこう全部が勝ったり負けたりなので、なかなかぎゅっていけないんですよね。ぎゅっていかないですね、だから西武がぎゅっていく予定だったんですけど、<laughs> そうならなかったっていうのと、あとはやっぱソフトバンク、オリックスで先週かな、直接対決の3連戦、うん、オリックスが3連勝したっていうのがやっぱ大きいです。そそうですね、うん、はいそれはソフトバンクが かなり出たというところでしょうかさあではこの中でも井原さんに1試合ベストゲーム選んでいただいておりますでは見ていきましょうこちらの試合ですはいうん。先週の月曜日はいエソで,で私たちがここで一緒に配信しながら見てた時の <laughs> オリックス対ソフトバンクの試合を選んでいただきました、まあ、このオリックスの勝ち方なのかそれとも袴田さんの涙なのかって言ったらどっちもちょっと評価されたいポイントで <laughs> ところではあるんですけども若干やっぱオリックスが勝ったかなと思いますねいやまあそれはそうですね覚えてないでしょ袴田さんほん <laughs> と覚えてますよ本当に、ね、9回ハミネロが出てきて2アウト一二塁からもう同点打ですよで最後、はい、まあチャンスで宗選手がさよならっていうところで こんな試合ないっていう中で大泣きしてましたからね、前田さん、見てほしかったな、<laughs> 見なくていいです、もう、はい <laughs> で、何が起こったか気になったかとは、アーカイブ、まだ残ってるんで、よかったら見てください。うんはい、で吉田選手のタイムリーで同点、そして宗選手のタイムリーでさよなら勝ちという、はいこの、この写真もなんかいいですね、いけいけっていう感じがいや、いいですね、これはいい。はいけいけっていうなんかあ、かっこいい。 ね、でも先発もね、田島投手と東山投手というところで、いい投げ合いをしての。うん、こう延長に持ち込んでの、さよなら勝ちという試合でした。うん、はい、これをベストゲームに選んでいただいております。では、続いて、個人成績見ていきましょう。まずセリーグの打撃成績です。このようになっております。ね、はい。すごいですね、ここ村上ね、やっぱり。<laughs> すごい。<laughs> 最近ホームラン出てないっていうところがね。 気がかりなんですが、すね、まあ、この後どうなるかでしょうね。もう優勝決まったけれども、村上は多分四番で出続けますからね。きっとね。うん、そうですね。うん、ただ。打率のところがちょっと。ね、迫ってきましたね。そうなんですよ。おお。すま僕勝手にビール飲んでます。あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。あの、前田さんも好きな時に、好きなもの飲んでくださいね。あ、わかりました。あ、そういう感じなんですね。はい。 あのもう何でもありな番組ですはい <laughs> そりゃそうだよ泣くぐらいだからそう泣いて私が鼻かみまくってたぐらいですから先週 <laughs> 私はちょっと飲もう <laughs> 私はちょっと今日はお茶ですけれどねはいでもこの五輪差っていうところってまだわからないですよねいやそりゃそうですようん,うんちょっとどうなるんだろうというただ、ね、残り試合が何試合かあるのでどうですかホームラン 打ちますか56本目打ちますよ本人ね、プレッシャーどんどんかけてくれて、うん、もう現時点でもプレッシャーかなりあると思うんですよ、はい、もう注目度もすごいですし、うん、あの他の選手とか、分の昨日とかも、ね、10分のインタビューのと村上選手だけ5分なんですよ、ほ<う>忙しいから、うん、はい引<ー> <laughs> っ張りだこで。引 <laughs> っ張りだこで,で、いろんなそういったね、えー、56本はどうなんだとかっていう、いろんな話がされてると。うん ですけれども、はい、本人はもうプレッシャーが足りないのもっとかけてくださいっていうね、えー、開き直ったコメントしてたので、えー、この楽しみですよお,お楽しみ、うん、年齢と比例してないですね態度そうなんですいろいろとねいろいろとそうなんですよでも <laughs> ま23歳でしたっけそれくらいですかね、はい、23、えー、そうですね ね、なんか昨日のその山田選手とのこうハグも見てるとなんか親分みたいな感じで <laughs> <laughs> 22歳ですね、まだね。でもここまできたら三冠王を取ってほしいなって思いもねファンとしてはありますがうん、うん、前田さん、どうですかこう気になる選手、注目の選手ってこの打撃成績見ていかがでしょうか。 いやまあみんなやっぱ村上君をみんなこう見ちゃいますよね。はい。ただその、うん、その中でやっぱその D.N.A. の調子の良さっていうのはやっぱ打撃陣もこう奮起してるなっていうのはやっぱ見て取れますよね。うそうですね。あのやっぱ毎年率ツノ選手って D.N.A. 多いですよね。そう,ね <laughs> そうですね。なんか三割超えが、うん、去年もやっぱり三四人いたなっていうイメージで。ね、だからようやくこうなんか投う唐田にこうかみ合ってきてるというか。うん。うん 本当にねいい選手が多いですよね。はい。そうね、まあこの村上選手、三冠を取れるのかというところも引き続き来週もね注目していきたいと思います。それでは投手成績いきましょう。はいこのようになっております。うんいやこれ。えいかさどうですか。<laughs> こうなる西武ブを争いですね。そうですね。う,ーんうん、うん、まあだって一位から三位までもう一成四位までかもう三位というか四人が。 ね、一セーブ差ですから、どこがどうなるかっていうのはわかんないですね、うん。はい、そうなんですよ。まだ大勢投手も可能性はあるし。うん、どこが、誰が取るのかというところ、あと青柳投手が実は今。8月2日から勝ってないんですよ。おお<ー>、そんなにか。もう大、そうですね。この9月は、<ー>えっと。一気もしてない状態なので。 月日から青柳投手でもそうなる、そんな時あるんすね<ー>そうなんですよね、戻ってきてから、まあ、うん、ほぼほぼ負けないっていうエースだったのが、今、ここに来ての戸郷投手、並んでるので、さあ、この最多勝争いもどうなるかなっていうところ、明日青柳投手なので、なるほど、はい、いやそうなると、あれね、昨日今永投手、いいピッチングしてたから、勝ちがついってたら、また全然分からなかったですね確かにそうでしたね、うん、確かに。 さあそして戸郷投手も多分ねもう一回投げると思うので、うん、この二人がどうなるかというところも、うん、はい注目していきたいと思いますまあ勝ってないとはいえ青柳投手まだ防御率も2.07ですからね、うん、はい素晴らしい成績ですさあではえパリーグの方を見ていきましょうパリーグ打撃成績ですはいこのようになっております<ー>ここもうわー吉田選手きたか<ー>打点でついにはい抜きましたね ね、すごいな、うん、この吉田選手ですけど最近よ4試合で13打点上げてるらしいですすごいねでも確かに見 <laughs> たら絶対打てたはい <laughs> 絶対打てた、まあ、そさっきの僕のね月曜日の試合もそうなんですけども、うん、見れば打ってたっすもんねもうストライクゾーン投げたらだめだっていう感じでしたようんもう追い上げ方がすごくで打率もやっぱり今3割3分7厘まで上げてきてるのでまあでもさすがに 一部二輪差はどうですか、一部二輪。ちょっと遠い感じがしますね。うん。ここはまあ、松本選手が守り抜くかなというところでしょうかね。う,ん、うん。はい。では、打撃成績はこのようになっております。山川選手もね、のこ、さ金ちょっとあんまり打ててないので、打点を争いも。どうなるか、注目していきたいと思います。では、パリーグ投手成績いきましょう。はい。 パリーグはもう山本由伸投手が勝利でいうと断突。こ、まあそりゃそうよね。ここ最近もずっとやっぱ連勝してましたからね。そう。うん、すごい。<ー>ごい日本のエースですね。もう年間通して戦うし強いし勝つし、うん、抑えるし。すごいですね。<laughs> す<い>エースですが、前田さんどうですか。あのこう気になる選手注目選手はいらっしゃいますでしょうか。 僕はもう、この中で言ったら、もっぱら宮城投手が本当大好きで、えー、はい僕、実際、高校時代は150キロ目指して頑張ってましたけど、そんなスピードボールも投げれなかったですし、はい、で身長も175センチで、はい、でこうすっごい悩んでたんですよね、プレースタイルというか。はい、だから、宮城投手を見てれば、きっと僕もこう自分の活路というか、 うん、まあ結局、打ちづらい投手がいい投手なんだってこう分かるというか、うんた、ただ、あの投げ方であのコントロールはすごいですけど,、うんえー、どっちを目指そうとしたんですか、もう本格派左腕、まっすぐ110キロ目指して、力で押スピッチャーを目指しちゃったこと、でも体のポテンシャル考えたら、そっち行きたくなりますよね、うん、そうなんですよ。だかからなんかやっぱ、うん その僕は松坂投手とかをこう小学生の時とか見て、うんうん、はい、いとか、五十嵐投手とかを見て、こう、うん、わすげえ、やっぱ、まっすぐ速いピッチャーかっけーって思っちゃって、うん、ありがとうございますその五十嵐さんを追った結果、やっぱ僕に合ってなかったなと。合う投手というか、自分の。うん、まあ こういう形だったらプレースタイル極めてればもしかしたら光があったかもしれないって思うすごいいいピッチャーだなっていうのを見てていいつも思いますねーーわ五十嵐さんをちょっとこう真似るじゃないですけどこういうピッチャーになりたいというふうになったんですね。<laughs> ガラさんいなければ、もしかしたら <laughs> 邪魔しちゃったみたいなね、一 <laughs> 人プロ入れたのにっていうね、<laughs> そうか、そして先に宮城投手見てたら、こっちの道にも行ってたかもしれないのに、ね、のまあ、いたけどね、まあまあ、技巧派のそうですね、<laughs> <laughs> 石川雅紀さんとかそういう、まあまあ、まあ石川もそうですよね、ううん、うん、うん、ね本当に五十嵐さん世代でね。 <laughs> さあそして西武でいうと松井裕樹投手が今一つちょっと抜けているというところですね、うんはい、さあでは、えー、1週間の試合日程見ていきましょう、はい、セ・リーグからですねこのようになっております、まあ、ヤクルトはもう優勝しまして d n a も、ね、あの2位確定というところなので、うんうん、こうなるとまあ 3, 位3位以下はまあ必死だと思うんですが d n a ってこうどういう感じでこの1週間いくのかなって五十嵐さんは。 クライマックスに準備するんじゃないですか、すか合わせて、まあ、タイトルかかってる選手がいるので<ー>そういった選手は違うと思います、はい、あタイトルが見えてる選手っていうのはそ,う、まあ、そこもある程度、試合に入れながら、まあ、調整しながらっていうところになると思います、はい、ヤクルトも同じような感じじゃないですか村上とマクガフっていうのはタイトルが、ね、かかっているので、うん、同じような感じで戦っていいくと思まますねじゃあまあまた若い選手もこう使ってみたりとかそういうちょっと休ませたりっていうような。 ますベテランで休ませれる選手は休ませてだから、もう1位に位が確定しているので、まあ、その先の戦うための準備に近くなるんじゃないですかうんそうですか、ね、それでは、えー、予告先発出ているので発表ししまますすコートでお伝えしますえー、スワローズとタイガースが高梨投手と青柳投手、まあ、この戦い、本当に青柳投手は負けられないというところでしょうか、うん、そしてベイスターズとドラゴンズが上茶谷投手と勝野投手というふうになっております。うん ではパリーグの一週間の日程見ていきましょう。はい、このようになっております。まあここはもう井川さん全部負けられないですね。全球団。全級団ですね。特に上四つ。本一位、二位と三位、四位ですね。これね。そうですね。まあロッテがね、ちょっとそこに加わりたいんですけど、どうですかね。<laughs> ロッテがでもその CS までの望みとしてはロッテもまだなくはないというところなので。まあもちろん。うん。なのでこの。そうですね。 ロッテもソフトバンクに勝って、下の日本ハムに勝ってて、まあ連勝すればまだわからないとね、うん、いうところだと思います。では、目が離せないなこれは。そうですね。そして今日もね、少しあのパリーグは行われております、うん、試合。では明日の予告先発発表されているのでお伝えします。ファイターズロッ、えー、マリンズが鈴木健也投手と佐藤翔馬投手。ライオンズホークスが高橋光男投手、石川修太投手。でバファロー・ズイーグルスが前田さんの好きな宮城投手と。 あと私と同級生の範本投手の選抜になっておりますちょっと今日は私の同級生も出てきたらアピールしようかなと <laughs> いいですね <laughs> はい思いますさあ以上今週の試合日程をお伝えしましたではお待たせしましたここからは後半の企画コーナーに行きたいと思います今週はですね題してティモンディ世代でスタメン組んでみた <おー S 1> <laughs> いやこれが スタッフさんが本当にご好意でティモンディ世代って書いてますけど僕らの代表にしちゃダメです僕は前田さんがそうしてくれって言ったって聞きましたけど <laughs> いや, <laughs> いや92年多いですからその選手としてすごい楽しみですねどれだ,だ楽しみ見せてください、えー 前田さんは92年生まれ、そして九十三年の早生まれの方もまあ同級生ということになるんですが。はいうん、本当に見ていくと活躍している方が多いので、その中でスタメン組んだらどういうメンバーになるのかというのを見てみたいと思います。前田さん、これ選ぶの大変でしたか。そうですね。なんかあの、すごいまあ。トータルで見ると、やっぱり比較的苦労して、なんとかこう成績残せるような。こう状態になった選挙が多いんで。はい。まあ、ユーティリ。 プレーヤーが比較的多い中、はい、まあその中でもやっぱ高校時代から活躍してたスター選手もちょろちょろと言ってありしとかして結構幅広く面白い人選,<ー>人選になったかなと思いますなるほど結構コメント欄で92年って言ったら誰になるんだみたいなね コメントとかも徐々に、ね、来てたんですけれども出たら言われてみればそうだってなってくるよね多分そうなんですね,ですねみんな今から言うのは同い年ってことですよね<も>、うん、そう同い年ですはいでま例えばで言うと山田哲人選手とかが 九十二年なんですねはい見てる方はじゃあ山田選手と同級生ティモンディ世代どんな方が入ってくるかなっていうのを想像しながらねいただければと思います山田鉄斗さん出しちゃった山田鉄斗世代になっちゃう隠していただいて大丈夫です大丈夫ですそしてあの五十嵐さん世代で言うとノーミー投手が今引退をはいね発表されまして えー、だから残すところがもう石川雅紀投手のみとなったんですけれども,も残すところそうですねだしもう彼が最年長ですよプロ野球、うん、そう来年,年で、ね、今まで福留さんが一番だったんですよで福留さんも引退されたので我らが石川雅紀はいうわ最後の一人になりましたね <laughs> 頑張ってもらいたいまあ来年もねあのやるっていうことはもう報道で伝えられたので、うんうん、はい ま,あ今年もまだ残ってますけどそれ以降っていうのもまだね、はい、楽しみですよそうですね能見投資とはこう接点というか関わりっていうのはあったんですか五十嵐さん関わり合えば話しますし毎回なんか連絡先交換しようってしてるはずなんですよ僕へえ<ー> <laughs> してるはずなんですけどなんかお互い別にいちいちね連絡取るような感じでもないですしでも連絡したいですね、はい、僕ね,ね誕生日も一緒だしね同い年へええーえー、そうなんですよへえー、それは七79年の5月28日で <coughs> 対対策の年ですねいや全然そんなことないです結構外れ僕のいだから一子下に松坂世代があるからはあそうそんなに当たりって感じはないんですけどまあまあ残りました結果的にはねでもその<ー>本当にその一日に二人大当主が生まれたと思ったらすごい日ですよねそうですね<ー>その二人の大当主って誰ですかあ僕あ僕入れてくれてるんですかですです <laughs> 自覚なかったんだ <laughs> <laughs> すごい当主、ね、<ー>自覚はないですけどね いやでも、五十嵐さんの、本当に世代もね、素晴らしい方いました、いましたし。石川投手にはね、0 0勝を目指して、頑張っていただきたいと思います。うんはい、あ、伸び投手はね、石川投手に連絡したっていう、なんか、うん、ね、ね、記事も出てましたので。はい。五十嵐さんもよかったら、伸び投手に連絡してください。はい。なんで、なん知ってんの?。<laughs> 探すっていう <laughs>。え <laughs>、やってください、続けてください。はい。さそれでは、発表していきたいと思います。 ささん、この発表見てください、ねはい、ねはい、では、えー、どんな世代、どんな世代じゃない、ティモンディさん世代の92年生まれ、93年早生まれで、誰が選ばれたのやこと、もう、口が戻ってじゃあ、これ、アナウンサー、アナウンスでしょ、球場、ウグイス場形式でやってくれるんでしょ。あはい、発表します、ますウグイス場な感じで。で、今回、外国人選手もあの結構、まあ、この30歳、いらっしゃるんですけど。 いたこのスタメンでは日本人のみで選んでいただいてますはい。さあでは発表していきたいと思いますちょっと今日一、はい、回鼻噛んでもいいですかウグイスジョする前にいいですよ、カフおろしてねカフあげるの忘れちゃうんですよ、袴さん鼻噛んだ後に、はい、そうなんです、すみません <laughs> サイレント鼻噛んですねサイレント鼻噛んです 前回はもうずるずる出してましたからね <laughs> もう音出したままでねじゃあ行きましょうか鎌倉さんまうぞよーしお願いしますただいまよりティモンディー世代スタンティングメンバーをドラえもんみたいになって今一緒に大丈夫ですか 今から発表される選手も不安ですよそ,そうだよね <laughs> そんな方にホントだちょっと今日ダメだ、ね、ちょっと谷保さん風にいこうと思ったんですよはいスターティングメンバーを発表いたします1番レフト西川春樹<ー>楽天おおいいですねょ番ショート源田壮亮 すごい、すごい。これ一、二番。いい並びですね。じゃ、あ三番誰が来るのか。三番。サード。牧原大成。おお<ー>。ですね。いい。油乗ってますね、みんな。ああ<ー>。四番。セカンド。山田哲人。おお、テスいいね。ヤクルト。ああ、いいですね。 すげえな。すごいですね。<う>今のところなかなかいい。うん、さあ、続々行きましょう。五番ファースト大城卓美。あ<ー><陣>確かにコキャッチャーね。ー揃ってるなこれ。<番> <coughs> センター福田周平オリックス。

ないしなそうか、大城、これいいね、キャッチャー2人いるってね、大城ファーストもできるの、そうね。9番、はい、ピッチャー、千賀滉大。すごい、ソフトバンク。なかなか <laughs> 素晴らしいこういうスターティングメンバーになりました。はい、こう見ると、豪華ですねあ。いや、なかなか楽しかったですね、す考えるのは。こんな、いるんだ。 すごいいこれは普通に強い、うん、あの今、コメント欄でもあ、続々、ね、見てくださってる方増えてる強いわ、これとか強い,ってい強いと思うよ、うん、昨日ののホークスのヒーローですねとか回斐千賀バッテリーがここなんだっていうコメントが、ね、だら強いて言うなら大城選手はまあ本当、一塁ファーストをちょっとやった期間があって、うん、はい基本キャッチャーなんですけどまあそのちょっとやったファーストっていうのを。 意外と他の選手、他のポジションいっぱい意外といるんですが、意外とファーストがいなかったんで、はい、なんとかちょっと大城選手に頑張ってもらうって形なんですけど、<ー>他もあ<ー>まあでもいけますん牧原なんてどこでも行けるから、そうなると牧原のね、うん、重要になってきますね、この面でそうですね、うん、そうですね、サードに置いて、でセンターに福田周平選手を入れるというね、うん、ということですが、はい、ではじゃあ一人ずつ、ちょっとこう先行理由というのを聞いていきたいんですが、一番の西川選手は、これは。 どううしして一番にそして西川選手を選手んだんでしょうかいやもう僕らの世代で甲子園のスターですからね、うん、もうめちゃくちゃもう智弁和歌山からもうスーパー1年生でずっと活躍されてて、はい、あであの当時練習試合したんですけど、うん、3年生の時に、はい、あの高岸が投手で、はい、で西川選手がまあもちろん高岸ホームランも打たれたんですが。うんその ファピッチャーライナーを西川選手が当時、高校3年生の時打って、はい、で高岸が、まあ、ちょっとグラブで落としちゃったんですよ、ね前に、うん。ピッチャーライナーを落として、目の前にボールがあって拾って投げようとしたら、もう一塁についてるんですよへ<ー>西川選手、それぐらいちょっと、なんか2倍速ぐらいで見えるというか、西川選手の足の速さが。 残,残像残ってたん当時のその打撃で打ってからファーストつくまでに23人見えるぐらいの残像が残ってて、うん、やっぱプロに行ってじゃあ活躍できるのかっていうところでやっぱそれでもやっぱ盗塁王も何回もとってまねしし、うん、そうですね、これはもう4回でも確かに誰もが納得の一番ですね、そうですね、足も素晴らしい選手ということででは2番の源田選手の選考理由はいかがでしょうか。 いやもう本当、社会人野球までこう経験してこう遅咲きというか苦労人というか、うんはい、僕はすごいそこら辺も好きというか,なんかまあトヨタ自動車でもこう活躍してようやくという中でそれでもまあ盗塁王も取ってますしゴールデングラブ賞も取ってるっていうやっぱこ,この2番源田選手以外いないでしょうってちょっと思う、ね、まあそうでしょすね。う そうなんですよ。でも守備で言ったら、やっぱ五十嵐さん、本当にもうピカイチだっていう感じで、誰もが認める。この世代でもそうだけど、今の多分全日本っていう中でも、名前上がってくるからなの選手ですよ。うん、そうですね。守備範囲も広くてっていうね。はあ、はい。さあ、そして、え三、ー、番に牧原選手を置きました。この選考には。どうでしょうかい。いや、もちろん。ま、牧原選手、本当。 何番でも打てるしどこでも守れるんですよね。ねこれにも入れるのもどこにしようかも悩みますすねねそうん、でもパンチ力あるバッティングもあるんで、うん、まあ実際3番、5番も打ったりもする中ししますしますす、うん、本当はあの間違いないなっていうで僕、そのやっぱ育成出身とかっていうのはどうしてもこう感情移入しちゃうというか苦労して。こう まあ言ってしまえばスター選手でパーンって活躍するのかっこいいですけど、はい、やっぱなかなかこの僕自身もまあ言ってしまえばまあプロ野球選手になれなかったっていうその事実もこう自分の中であって、それでもこう育成でなんとか結果もすぐ出るってわけでもないなんかこう頑張って結果残してる、こういうまあキャラ選手みたいな選手を、もう、だって育成5位からですもんね。 そうなんですが、うん、この年の育成がすごいんですよそうですね後々出てくるんですが後々出てきますねはいまあ今年本当にね牧原選手ね、かなりブレイクというところだったと思います、はい、では四番まあこれはちょっともうあの大納得だと思いますが山田選手 <laughs> はい僕らも,も理性者の時からねもうバンバン活躍されてましたけど、うん、はいただ僕らあの練習試合しててへ 来てくれたんですよ、履正社がその済美高校に。はい、で当時、ショート守ってたんですけど、はい、だから当時、その練習試合の成績だけでいうと、3打数1安打ぐらいだった記憶で覚え、うん、てますね、そんなこと。彼は絶対プロ行くみたいな周りに言われてる中で、あ<ー>だ結構しっかり見てたんですけど、その瞬間だけ見たら、はい、もしかしたら俺の方がすごいんじゃないかって、当時、ちょっと思って <laughs>。 あの瞬間だけ切り取ったら、すよ本当、の数秒ですけど、その瞬間的な、はいうん、だから本当に差が離されちゃったなーっていうのも含め、<ー>それはなんか特別、なんかすごいなっていうふうにあんまり感じなかったってことですよねまあそのパンチ力あるんですけど、うん、そんななんか、ぶっちぎりでその才能の差を感じたわけではなかったというか、それがやっぱ努力と、やっぱ後天的なもので、こう。 こんなに差がつくんだっていうものも含めやっぱ凄さを感じるというか<ー>もうジャパンの日本日の丸を背負う選手になってますからあ,<ー>あの時の高校時代だけで見たらそこまでそんな差なかったんじゃないかと思うっていうのがあ,<ー> <laughs> あるんですけどあるんですどいや気持ち分かりますあると思いますでも絶対あの筋力勝負しようぜって言ってそこで言ったら絶対勝ってましたよね <laughs> 絶対勝ってましよね腕,腕相撲も相撲も多分僕の方が圧勝してたと思いますねそうですね そこ切り取ったら絶対勝ってますよね。相撲取ろうぜ。そこ切ったらあれ。はい。うん。まあでも本当に大納得というね山田選手です。さあそして五番に大城選手。これがあの同級同級生というかあの大学も一緒なんですよね。そうですねあのあの高校東海大じゃなくてあの僕はあの駒田大学だったんですけど。はい。 あの僕、そもそも東海大相模からも声かかってて、はいはい、でそのもまも、まあ、もちろん目にはしてたんですけど、はい、実際、僕らが関東遠征って言って、済美高校が関東に遠征行く時があったんですが、うん、その時に大城選手が、まあ、外角のボール球を簡単にホームラン打ちまして、はい、でうちの監督がです、ね、その時サインをか、はいえー、キャッチャーに出してたんですよ。 はい外角のボール球でいいから、ちゃんと投げさせろっていうキャッチン出して、うん、でピッチャーにそれ要求して、それ通りの球が来たのに、パーンって普通にホームランをセンターの方向に打ったんで、<ー>その監督の方があれ、どうなったるやん、あいつっていう、俺らに怒られ <laughs> <laughs> アフトロー言ってるよっつって、<laughs> そんなわけないのに、なんなん,なんだ、あいつはって、僕らにか。 おー<ー>それぐらいちょっと異次元のバッティングだったんで、<ー>で当時から、なんか高校時代からも金属バットがもうあってなかったぐらいのパンチ力持ってて、あーるいね、リーチも長くっていうそう、ね、そんな、ね、そうなんですよれぐらいすごかった、当時からもポテンシャルも持ってて、バッティングも良かったっていう選手だったんで、<laughs> まあこれはもう<ー>、それ思い出も込みでも5番。 おお、なるほど。高校時代から本当に今すごい。企画外のバッティングをされていたと。そうですね。はい、大城選手です。さあ、そして、六番。福田修平選手。うん、これ六番に置いたんですね。そうなんですよ。まあ、はい、福,田選福田選手って、あの。確か、あの、選抜もベストフォーとか入ってて。はい。で、明治に行って、多分明治もその神宮大会。 準準優優優勝勝勝ぐらいしてる優勝かしててかかとるんですよもう本当、の言ってしまえば野球選手の王道をこう高校時代も大学時代も言ってる中、NTT 東日本でこうプロに直接ポンと行けず、はい、でもそこでも都市対抗で優勝とかして、ようやくそのオリックスさんに行ったっていう形で、はい、比較的エリートだね、そうなんですよ、全部、社会人も含め、全部こう取れるもん全部取ってきたっていう選手の中で、ただ、 167センチで69キロなんですよ、そっか、ね、そ、うんなに小柄でしたっけ、そうなんですよ、なんで、本当、まあ、僕らの世代の中ではこう、うん、子供たちとかにもすごい勇気与えれるタイプの選手だなっていうのはすごい感じてるというか、うん、そのもう180センチあって、ホームランバンバン打てる選手じゃなくても、プロでこうやって活躍できるんだっていう姿を、僕、すごいこう。 いい選手だなっていういい背中を見せている選手だなって思って選出させていただきました、うん、はい確かにそういうこう身長とかっていうのはねこう自分でどうにもならないものをね抱えてる子ってのはいらっしゃると思うのでね、はい、そういう選手にはいいですなんかね勇気もらいますね光を射している選手ですねはいそして7番に殿崎選手を選んでいただきましたはいもう僕はもうこの中でも含めやっぱ 甲子園出場してないっていうだけでも大好きなんですけど。<laughs> うん、<laughs> えじゃあ他みんな出てるってこと甲子園、まあ。ほぼほぼ出てる人が多いですね。育成の方は、なんかいけてない方もいらっしゃいますけど、うん、割と光,光が当たってる選手が多い中、うん、そこでなかなかこう、ユーティリティープレイヤーですから、やっぱりいろんなところ、外野も内野も守って。うん やっぱこう芸能界で僕はやっぱ4番はなかなか打てないなっていう自負あるんですけどこういう神崎選手みたいにこう欲しいところにこうしっかり仕事できるポジションでこう守れるこういう選手になりたいなっていうのを感じます、ね、い,やいい話はい,いいですね、でもなんかすごく想像がこういいところでこうパって打てるとか活躍するっていうのはすごく今、<ー>違う分野でもすごい結びつきましたね。 まあ、俺個人的に四番打ってほしいけどね、前田さんにね。いや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 、僕、ね。そらは打とう、打とうと思わないと打てないから、打つ気はないんですけど、四番には座る気ないです。四番座る覚悟でやった方がいいんじゃないですか。そうですかね、ちょっとじゃあ、バット振ってかないといけないですね。振っていきましょうよ。絶対絶望大会あったら、四番じゃないです。あ <laughs>、物理的なね。<laughs> 物理的なこと。<laughs> そうな <laughs>、うんだ。はい。 さあ、続いて、え、八番甲斐選手。もう八、九、説明いらないよね。まあ、そうですよね。うん。ここが九十二年組っていうところで、やっぱりちょっと誇らしいですね。はい。甲斐選手もね。はい。やっぱ。もう仲を代表してますからね。もう全日本ですね。はい。甲斐選手だって、育成槙原選手が、さっき五位でしたけど、甲斐選手が育成六位。からというね。ところですよね。 はい。そしてじゃあ凱旋者はもう皆さん納得ということで、9番の千賀投手ですけれども、今度納得です。納得でね。はい。あの千賀投手も同じ年の育成用位なんですよね。えすごいこの年の456すごいね。とんでもないですよ。育成。他のスカウト何やってるなどなっちゃうよ。本当そうですよね。だから本当取られてたらもう絶対。 それこそこんな活躍は別の球団になってたわけですからね。いってなると、まああれよね、今、スカウトのこと言ったけど、やっぱソフトバンクの育成システムっていうのが評価されるべきだね、そうプロ入ってからもギャグンと伸びた選手ってことだよ。お金もかけてますからね、うことですいやでもこの3人を目つけて、多分光るものがあるって取ってきたスカウトのことでもそうですよね光るもの見えたんでしょうね。 さあスタメン、こうやって見てい,いったんですけれども、さらにですねスタメン以外に、チームに欠かせない代打の切り札、そして勝利の方程式のリリーバーも、眞家さんに選んでいただきました。はい、でこれを選べるだけ、まだ92年組がいるっていうところもすごいんですよ <laughs> そうですね、今、本ダブラ乗っててね、チームでも活躍してる選手、多いですから。そううでですねさああははの切り札見ていきましょうあ、はい、これは 4番、えー、もうコールしなくていいですね、はいはい、では開けていきましょう、<laughs> この方です中村、そうなんですよ、これ、スタメン入ってもよくないうそうなんですよ、だからセカンドで山田哲人選手が、だから DH 制だったら、山田哲人選手 DH にして、中村選手をセカンドにはてかなっていう、もうバッティングも、もうこれ、いいですからね。うん いや、いいですね。本当になんか1年通してこうなんかそう。講習というしてるかな。本当に活躍してくれる安定感のある選手ですよね。うん、守備もいいですからね。本当にだからこの泣くなくです。本当92年組いい選手多すぎて、ほんと泣くなくのガイキ々フ普イになってしまいましたが、うん、もうスタメンの本当に僕は並びに入れたい選手ですね。そうですね。さあ、さらに勝利の方程式のリリーバーも選んでいただき。あ すみません、さらにですね、もう一人、スーパーサブということでスオスナサブっていうか、これ、ヤクルトでメインで出てる2人だから、<の>それ最初に、ね、<laughs> 日本人でオーダー組んでくださいってなったから、そうなったけど、これは強いね、オスナさん、たまはためな,なんですよね、僕の。見えないですね、はい <laughs>。そうなんですよ、同い年で。あこの2人も同級生だった、外国人選手って分かんないですよね。 年齢がなかなかね、何歳だろうっていうのが分かりにくいところがあるので福田選手とオスナ・サンタナ選手、横に並べて、同じ同じ年生まれたとあんま思えない確かに身長とか体重も含め、横幅もい含めてねはそうですね、この役員を支えたね、この人もっと言うと、そのキャリーパミュパミュとかも同じ年ですから。 そんの業界の人も知りたいなちょっと時間ないでやめておきますけどねはい。キャリーの女がおないよしっていうのを覚えていただければでは続いてスーパーサブというところで入れたい選手がいるということですのでこちらを見ていきましょうエゴシ選手えごすか僕は大学で大学で一緒でしてはい 同い年で、その僕、一回野球部をちょっとまあ見に行かせていただいた時がありまして、はい、でその結局、野球部しっかり所属して野球やっていくぞって形には僕はならなかったんですけど、はい、そ,のその中で江越選手とちょっと野球をして、うん、江越選手、覚えていただいてたんですけど、僕のことを、うん、ちょっと軽くトスバッティングというか下、下手で僕がポンって投げた球を江越選手、まあ、軽くパチンって打ってくれたんですけど、はい、もう。 駒沢大学のその野球場のネットの本当ギリギリのところパチンパス当ててもうホームランをもう連発していくわけなんですよ。<ー>で、え、なんでそんな飛ぶのって当時聞いたら、うん、その次僕がパンパン打った時に、うん、え、なんでそんな飛ばないのって言われまして。そうか。それぐらいポテンシャルというか、<ー>もう持ってるものがすごすぎて。うん 前田さん、もポテンシャルは高いはずなんだけどなんでそんな、そうそう思っただろうね、でもそんないい体してなんでそんな飛ばねえんだと思っただろうね、でもね、そうなんですよ、ただ、うん、そのポテンシャル、その体の使い方も含め、強さみたいなところは、ああううもう天才的なものがあって、うん、でも本当、阪神ファンの方々も、もう本当、ずっと期待している選手なんで、僕はもうここで期待を込めて、スーパーサブに置いてますすそうですね、うん、本当にコメント欄でも、エゴシュのポテンシャルは本当にすごいんだとか。はい

そうですね。さあ、そして勝利の方程式をまだ選べる余裕があるということで。楽しいんですよ。これがまた。自分で言っちゃっていいんですか。じゃあ、七八九誰が投げるのかというところで、じゃあ、七回を投げる方。この方で。すおお、高梨投手。左の。いいですね。頼もしいですよ。ええ。僕も、左、同じ左としてね。やっぱ、あの、打ちづらさ、もう、左バッター絶対。 大変しんどいと思うんですよね。高梨投手来たら、<ー>そうですね。ですし高梨投手もすごく苦労人なんですよね。あの、えー、エネオスの時も本当はもう選手じゃなくてビデオ係とかをこうやらされてたって本人言ってて、うん、でもこう再度に転向してみないかっていうもう最後の最後で切り替えたらこううまくいったっていう。あらすごいですね。うん、今もう本当。 もうおえの顔ですからね、うんうん。もう本当に欠かせない投手とね。はい。いうふうになっております。さあ、それでは八回誰かこの方です。おお<ー>、八、はい、回に山崎投手。はい。これ大盤振る舞いですね。完全に。に <laughs> ね、今ならおさえですからね。ええー。そうですね。八回に回っていただいてっていう形になりますが、でも間違いなく九十二年のまあ。 あの高校時代はそのローランドさんと同じ高校だったっていうところで、なんかいろいろお話も聞きますけどやっぱもうマウンド立たせてもう守護神と言ったらっていう間違いないですねそうですねいやでもただこう8回に置いてるっていうので9回をじゃあ誰をサイにするんだっていうところが気になるところなんですよねはい皆さんこう、まさかクローザー有原とか <laughs> でも山崎出してるってことは山崎よりもそれに匹敵する選手がいたってことですもんね。うんということですね、はいまさか中崎投手かとか、中崎投手もっと上ですもんね。はい一緒か一緒かな、中崎投手。はいでは、じゃあ見ていきましょう、9回を投げるのはこの方ですリーグからの選になりますけどもこれ大丈夫です。か 自分で<や>ここ入る前面白いんですよって言ったこと後悔してないよ、ね。<laughs> 大丈夫ですよね。後悔ないですね。やあでやもう、えー、左右の本当に生きた球を見た後に最後この診断右のオーバースローの球を見こ、うん、<laughs> 死んだと言わないで。<laughs> 死んではないだろうけど。<laughs> いや死後ももちろんそのずっと活躍されてる生きた球を見た後のこの。 一番の苦労人かもしれないですね、下手したら <laughs> あ<ー>、ねい。いいリリースしてるよ、これ見たら、後ろでです川崎宗ですから、かそうですね、本当川崎選手がサード守っていただいているし、えー、でもわかんないですね、このままやり続けたら、どんどんね、よく、今、だってまず30でしょ、そうです、30です。ねど,んど,んどうなんですか投手として、30歳、まだあると思う。 井原さんから見て可能性はどうなんですかいや可能性はありますよだってな速い球を投げるポテンシャルがあるっていうことは、うんはい、それあとは使い方であったりとかまあもちろん変化球とも大事なんですけどもさっきのでも前田さんの話なだけどどういう方向に行きたいかっていうところですよねなるほぁ、えー、方向性も間違いないければ、ね、面白いピッチャーになってくるんじゃないですかわあ<ー>嬉しいですねそうですね腕の欠陥もすごいですね <laughs> そうです、うん、ただ、の彼、本当、ムービングボールというか、なんか数値測ったら、あのプロでもなかなかないぐらい、球が動くらしくて、なんか、ゴロボールピッチャーになりなるかもみたいなのを言っていただいてたらしいんで、じゃあもう、バになんかね握りとかも書いて、ツーシームメインとかね、フォーシームでも多分動くピッチャーだと思うから、はい、で動くピッチャーっていうのは、やっぱりね、負担は大きいと思うんです、僕。 あ、そうなんですね。力で行っちゃうってことだから、うんそれのまあやっぱ体のケアをしながらって感じですよね。はい。はいなんか相方愛がありますねっていうコメントがね結構来てますね。さんいやはり最初の愛でもなかったですよね。山崎の後の。<laughs> 落ちる球。確かにそうですね。<laughs> 上げてはないですよね。まあそのね八、ね、回投げるピッチャーとの差があるだろうっていうところでね。そうですね。タイミングをずらしてきた感じですね。すね,はい、すね。はい、<laughs> すごいいい球見た後にっていうところ。い,い球見た後に。ねえでもいいいいリリーフですね、五十嵐さんこれ。見たいですね。見てみたいですね。七回高梨、八回山崎、九回高柳してきた時のファンの反応気になります。<laughs> <laughs> どっちもいそうだな。ね、どっちもいそう、どっち <laughs> <laughs> 確かに、<laughs> 確かに。出 <laughs> れる方がね、<laughs> 多ければいいですね。うん、そうですね。まあ、本当にもしあったら面白そうなリリーフですけれども、ね、さらに、はいえー、控え投手、控え野手ということで他にも92年組こんだけいるんだよというのをちょっとあのご覧いただければと思います。こんな感じです。はい、すごいんですよ。 本当だ。有原有原なんか全然そうかすごいな。加藤選手も今年ねすごい加藤ね。はい。これ加藤有原差し置いて抑えよく言ったな。確かに。森脇選手とかもねいますからね。本当そうですよ。そうですね。森脇投手もね。そうなんですよ。そうか阿部投手も今年滑ってきたしオリックスの。そうそう。オリックスの これなかなかいいチームですね、92年いや、すごいそうですね、もう我々の中で、これ、完全当たり年ですね。でねわあ嬉しい、そういうことで,でると、楽しい時代でしたよね。はい、あの阪神のファンで僕、仲良くさせていただいてる、そのロッチの中岡さんがいるんですけど、はい、やっぱり糸原選手、いい選手だわってすごい言ってて、はい、そういう選手もやっぱり控えでいるっていうのはありがたいですね、はい、野間選手も後藤選手も。 いやー、だからこういう選手たちとやっぱり高校野球をやっててなんか関わって対戦してたっていうのがやっぱりなんかこういいなというかなんかこう,う、ね、いつもとお聞く視点が違ってすごく面白いですね。うーん、まあよう覚えてたなって感じですよ。世代,すね、世代でも覚えてないもんですけどね。結構これ頑張って決めましたね。まあ,まあまあ時間使ってるな、ね、これ。 もうちょい多めでもらったほうがいいんじゃない負担か。<laughs> <laughs> 蓋大きいと思うもん、んここまでやらされたら <laughs> <laughs> 本当に、ね、素晴らしい選手が92、ね、年、うん、揃ってるなとねいうことが分かりました、本当にこうやってなんか世代で見るって新しいですね、ちょっと面白いかも、なんかこれ、他のでもやりたいな、俺も自分の世代でちょっと考えてみたいですもん。ううわー面白そ,うそう そう、うん、ピッチャーキャッチャーは揃うんだよね多分野しゃどうなるかなっていうところなんです、えー、だから松坂世代がやっぱすごいと思いますよきっとまあそこ世代で戦わせたいですね<う>ああ面白い, <laughs> いやそれこそ40年間とかってあったけど、まあ、僕の先輩の古田敦也さんの世代とかってめちゃくちゃすごいですからねすごそう並びが並びすごいんですよ、ね、えでも私の世代も結構いいですよ <laughs> 自分の僕の世代あんまりですよ正直本当ですかはいあんまりでも誰々世代って言われるこう誰にすればいいのかってのはわからないですけどすごい先発は結構揃ってますねあはいいいですねはわあなんか戦わせると面白いですねゲームかなんかでねその能力入れたやつをその PC 同士で戦わせ感染したい楽しそうねうん九十年対九十二年とか九十年対九十年とか うわどうしよう、俺、1979年か79年、誰だよ、こいつかっていうやつ出てきたら、どうしよう、<laughs> 記憶にねとか、そういうの嫌だよね、話そうですね、覚えてたですね。あのイチ一ー世代も暑いですよとか、初い代も暑い、すごいですねとか、暑い,い,い、暑い、うん、楽しい、これ、ずっと喋れますね、これ世代で分けちゃうと思う、うね、世代で分ける、結構ね、そういうの好きな人多いね。 上原世代はメジャーが多いですねとかああ、上原世代もすごいよ盛り上がるなこれ今原さん79年はサッカーが豊作みたいでそうなのそうなのそこなのだからシンジとか一緒なのあーすごいシンジとか稲本とかあの辺一緒なんですよそうサッカーが高原もそうだと思いますもうサッカーが結構いってるんですよ高原選手センターで守らせたいですね いい選手になりそうです。だサッカー選手も入れたら、まあまあなチーム作れますよね。うわあ、すごいですね。そうですね。あでもなんかこの年代企画ってね、やっぱ面白いなってね、改めて。面白かった。今回初めてこの番組でも、ね、こう年代くくりでやりましたけど、面白かったです。前田さん、すみません。ありがとうございます。たくさん選んでいただきました。ありがとうございます。さあ、そろそろ、あの、ちょっとお時間も超えてしまいました。あ、皆さん、このタイミングでチャンネル登録とグッドボタンの方も、よろしくお願いします。はい、お願いします。では。 どううでしょうせっかくの機会のようで、なんか一つ、どうしても聞きたいっていうこと、前田さん,どなんかありますかいや,やっぱあの相方がプロ野球選手になったんで、プロ野球でずっと、まあ、しかも NPB で活躍されてたその大先輩として、大きくこうメンタルで考え方みたいなところって、なんかあったりするんですかね、こうピッチャーとして。メンタル、でも多分、メンタルでいうと、もう、そちらの世界で鍛えられてると思うんですよ。 だからその辺の選手よりは絶対にメンタリティーは強くなってるはずです高岸さんはすごくポジティブな方なので、はい、ポジティブな人って現実を受け入れられる人が多いんですよ<ー>なのでいいことしかないですだからあとはやっぱりあの試合で投げて経験をどんどん積んでいけば確実にいい選手になりますもうわそうなんですねじゃもう、うん、あとは回重ねていけばまあそ<う>選手として五十嵐さんから見てもまあ 残残残せせせそうって感じでですか、ね、残せますすまま余裕で残せますようわだから、とうなるほど自分のいい、なんていうの、さっきのボール、ムービングボールっていう話をしてたんですけれども、はい、その動くボールをどう使っていくかとか、どういう抑え方をするとかっていうところが大事なんですそれプラス、他に自分に何が足りないのかっていうところを理解してれば、 めちゃくちゃ面白いピッチャーになります。わあ、いつ考えるの苦手なんですよね。そこ大事なところです。結構。そこ大事ですよ結構わあ、でも。相方はいいですね。いや、せっかくならね、なんかいい成績残してという。でも、あれじゃないですか。ね、せっかくコンビなんだから、アドバイスしながら、いろいろなね、情報を提供しつつ。っていうところで。五十嵐さんが言ってたように、気にしてみるんで。はい。あれですね。芸人さんって本当に。 あのこう楽しませないといけないとか、すごい番組のプレッシャーとかメンタルって、すすごい鍛えられてそうですよねあいつの場合、本当、何も考えてないからいっ、うまくいっ,っと例えば、滑ったときとか、全然落ち込まないですし、<ー>あのほぼ番組もまあ僕が台本とか全部読み込むんで、何も考えなくていいよって言ってたら、うん、本当に何も考えない。 唯一まずいポイントですね、<ー>そ,うそうなると、打たれても悔しくないとか、<laughs> なんで打たれたとかっていうの分かってないとだめなんで、打たれたときに次頑張るぐらいで終わられたら困るんですよ。<laughs> そうですね、キャッチャーに全部任せるだけじゃだめ、ね、こういうこともあるじゃだめなんですよ、なんでそうなったかっていうのが大事なんでね、じゃあ、やっぱ相田さん、前田さんが大事ですね。ありがとうございいまますすえきはい ありがとうございます。ということで聞きたいことも聞いていただいて、そろそろお時間になります。はいえー、本当にありがとうございます。ありがとうございます。では、ありがとうございます。あのー、はい。ではちょっと改めて、あのー、前田さん今日初めて来ていただきまして、いかがでしたでしょうか。はい、ちょっとすみません、時間も過ぎてしまいまして。いや,いやめちゃくちゃ楽しかったんで、またぜひちょっと受けたいですね。こうお話ししたいですし、まだまだ井川氏さんの野球の話も聞きたいですし、袴田さんのその次の。 野望はみたいなところもね前回宮城にいる時の野望があったんでね <laughs> 今回野望感じられなかったですかまだそんな野望あっていや今はなんかまあその野球番組の、まあ、MC とかをこう狙ってるんだろうなっていうふしぎふし感じましたけどどうかな <laughs>、まあ、この大きくね今どんなこう 未来予想図をこうしてんのかなみたいなところもまだぜひまあ読んでいただいたらいろいろ聞きたいな、ね、っていうこともいっぱいあったんでぜひ次まあ、次回もあればぜひよろしくお願いします、はい。前田さんと私もちょっと懐かしいお話とかもねいろいろしたいなとね<う>思いますので,、ねですね、はい,はいまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい井川さんどうでしたでしょうか今日はいやもう同世代話がちょっと気になったというか、うん、僕の中で刺さったので。 ちょっと自分の中でもちょっと想像しようかなと思います、この後そうですね、皆さんもご自身のこう何年でフラ級選手で検索したら多分いっぱい出てくると思うので、うんはい、あこういう方いるんだって見れてるとね楽しいと思いますので、ぜひぜひ皆さんもやってみていただけたらと思います。じゃあお二方ありがとうございます。ありがとうございます。次回の予告だけちょっとサッとさせてください。はい。はい え来週月曜日え十月三日の夜七時から次回お送りいたします。ゲストが谷口元信さんをお迎えしてお送りしますので皆さん楽しみにしていてください。よろしくお願いします。僕の後に谷口さんなんですね。はい。<laughs> <laughs> ちょっと僕は会話過ぎた。いえいえ いやめっちゃよかったですよ、今日なんて、はい、あんなに,に、ね、同世代の選手、詳しく話せないですよ、普通。私、なかなか高校時代、こうだったっていう方も、ね、いらっしゃいま貴重ですよね、はい、あんな話なんてね。楽しかったです、<laughs> あのコメント欄でも楽しい企画でしたっていうコメントね、ねすごくね、今日も1000、ね、人以上の方が見てくださってて、<わ>はい、ありがとうございます。